世話人の独りごと今回はアイデンティティとモラトリアムですアイデンティティモラトリアム聞いたことがある言葉ですよね人は自分はどんな人間なのか本来どうあるべきかを問い直すことがあります特に事業家としての人生の岐路に立つ時に強い意志を持った決断が必要です アイデンティティの概念はアメリカの精神分析家エリクソンにより提唱されました。日本語では自我同一性と訳されることが多いのですが、これではよくわかりませんよね。もう少し噛み砕いて言うと、アイデンティティとは自分らしくあることを言います。エリクソンは人は発達段階に応じた課題に向き合い、それを解決して成長すると唱えます。人は幼児期までには、 信頼することを覚え、自らの意志で活動できるようになります。その後、自主性、積極性を持ち、勤勉と努力できるようになり、年を重ねると、人への愛情と尊敬を大切にして、世話をするようになります。ある時期、誰にでもあるのですが、人生に迷う時期があります。そして、こういった迷いの時期は、青年期をはじめとして、人生に何度か訪れます。 これをモラトリアムと呼びます。エリクソンはモラトリアムを乗り越えることでアイデンティティが確立されると説きます。事業家を目指すあなたにとってはアイデンティティは事業家らしくあることを意味するのかもしれませんね。事業家として成功するためには事業家としてのアイデンティティを備える必要があります。まずは目標を設定して事業を始める強い意志を持つことから始まります。 具体的な事業プランができると、いよいよ実施です。シード期には、多くの試練が待ち受けています。試練を乗り越えて、事業は成功へと向かいます。事業家にとって、シード期の試練は苦しい経験です。このまま進んで良いのだろうかと迷う時期、いわゆる、モラトリアムを迎えます。アメリカの心理学者マーシャは、アイデンティティ達成の考え方をまとめています。 モラトリアムを超えて、アイデンティティを確立するのは、心理的危機と積極的関与とによると唱えます。心理的危機とは、すなわち、事業家であるために悩んだり探索する経験をすることです。積極的行動とは、その心理的危機に対して、行動して努力をすることです。心理的危機を経験して、積極的に関与することで、アイデンティティ達成ができます。 心理的危機を経験することのない人は、アイデンティティ拡散の状態にあり、周りの意見に振り回されて流されることになってしまいます。心理的危機を経験していないけれど、事業には積極的に参加している人。家業を継いでいる2代目、3代目の人に多いかもしれませんが、いずれ自分の生き方をしっかり考える機会があり、事業家としてのアイデンティティ達成が必要となるでしょう。 そして事業家としての分岐点に立って意思決定に奮闘している状態がモラトリアムです積極的関与によりアイデンティティの達成ができます事業化を目指す皆さんは積極的意思で事業家としてのアイデンティティを確立するよう頑張ってください皆さんの事業が成功するためにチャンネル登録をしてください また関連するコンテンツでさらなる学習に挑んでください。